はい、こんにちは、エギョです。今日はこちらの商品、こちらね、ピークデザインのトラベルダッフル35リットルを紹介したいと思います。これはね、旅行用のバッグになるんですけれども、何回かね、もう旅行で使っていて使用感もだいぶ分かったので、ちょっとね、軽く今日はね、まったりと紹介したいかなと思います。こちらのトラベルダッフル35リットルという製品は、容量は商品名の通り、こちら、この中がね、35リットル分入ります。で、どれぐらいのものが入るかっていうと、例えばこのウォッシュポーチ1個入って、で、こちらのテックポーチも1個入ります。これでだいたい内容量としては半分ぐらい入りますので、まだ着替えとかね、そういったものも全然入ります。このトラベルダッフルはもう何回か旅行に使っていて、だいぶね、使い方分かってきたんですけれども、大きなこのキースが1個ありまして、もうそれもね、たくさん入れることもできますし、あんまり中身がない場合も、この部分、ここの部分が磁石になってまして、ここをね、こういう風に折りたたむことでコンパクトにすることができます。反対側も同じようにこうやって磁石でコンパクトにすることができます。まあ、これぐらいでだいたい、そうですね、25リットルぐらいの大きさのものになるんじゃないですかね。これ自体はもう中に一番大きな機質があって、左右にここのこういう感じで荷物が入るようになってます。なのでね、ちょっと小物的なものはここに入れるといいかなと思います。反対側も同じようにこういう風になってまして、一番上が開きます。ただね、中のポケットが若干作りが違ったりとか、あと外側のね、ここの部分とかも若干ね、違ったりしていますけれども、だいたい中に入るものとしては同じかな。はい。で、中ね、このこちらのね、中は基本的には大きな一つの機質だけなんですけれども、例外的に左右に、例えばここね、左右この部分にポケットがあります。で、反対側もこちらの方にポケットがあります。だから貴重品とかはこちらに入れるっていうこともできます。基本的にはこういう旅行用のバッグになっているんですけれども、一番の特色はこの持ち手の部分。この持ち手の部分は両サイドありまして、ここがね、真ん中が磁石になってます。なので、この磁石の部分がある程度くっついてくれるので、そんなに力入れなくてもくっついてくれてます。でも、すごく強烈な磁石ではないので、重みがあると取れちゃいますけれども、こんな感じで磁石でくっついてます。で、さらにこれね、こういう風に持てるんですけれども、あんまりダラーンって持ってると結構重たいこともあるので、この部分をこういう風にね、ひねると結構ね、短めに持てるので、だいぶコンパクトに持ち歩くことができます。またこう伸ばした状態であっても肩にかけたりということができる、それぐらいの大きさのリュックですね。で、この持ち手の付け根の部分こういう風になっていて、ここに紐があって反対側から見るとこういう風な作りになってます。これね、これが結構ね、特殊な形になっていて、簡単には取れないんですけれども、ちゃんと力を入れれば、正しい方向で力を入れることで、取れないんだけど、こんな感じで取ることができます。これが取れることで、どういうことがいいかっていうと、このリュック自体によく見てもらうと、こういうところとか、こういうところとか、こういうところとか、全体で、あとこれか、こういう、ここにもありますね、ここにも。よく見るとね、全体でこういうところにもあるのかな、全部で8個ここにね、輪っかがついてます。この輪っかどういう風に使うかっていうと、さっきみたいに持ち手だけでもいいんですけれども、ちょっとね、つける場所を工夫することでこういう風につけます。はい、カチッっていうとね、つくんですけれども、つける場所を工夫することで、これリュックにね、変わると、こういう風な
リュックになります。まあ、ちょっとね見た目的にはあれかもしれないですけれども、まあ重い荷物を運んでいる時に手だけだとね疲れちゃうので、たまにこういう風に背負えるようになってます。これが結構使える、うん、旅行してる時にどうしてもね手提げだけだと疲れちゃうんで、背負えるっていうのは一つ大きな特徴ですね。でさらにオプションでこれもあります。これね肩掛け用で、これもね同じような仕組みになっているんですけれども、これの場合はプラスチックでくっついてます。こんな感じで反対側もプラスチックね。これを一番カバンの頂点、一番端っこ、中央の端っこにあるやつにこんな感じでくっつけて、反対側もこんな感じでくっつけると、そうすると普通に片方の肩で持ち運ぶことができるようなバッグですね。いわゆるショルダーですね。ショルダーバッグとしても使えます。いざという時にねこのショルダーベルトは常に持っておきたいオプションですね。でさらにこれの特徴として、ここ端っこにハンドル、こっちにもハンドル、なのでこういう持ち方もできます。こういう持ち方あんまりしないかもしれないんですけれども、結構ねこうやって持つと楽なんですよね。あとはこれを電車の網棚とかにポッて乗せた時に、このハンドルがあるおかげで取り出しやすいっていうこともあります。ちょっとこれ満タンに中身パンパンに入れてみましょうか。あんまり入れるものないけど入れてみます。これで、ね、今何が入ってるかっていうと、こんな感じ。物としてはピークデザインのウォッシュポーチ、テックポーチ、あとはこれオキラス号入れて、これはねドローン関係のポーチで、さらに言うとマビックエアも入ります。これでもまだこの部分余裕ありますね。この状態だと例えば閉めてこういう感じの荷物になります。でこうすれば持てるね。で背負う時もこんな感じで背負えます。ただね腰紐とかここの胸紐とかがないので、本当にちょっと簡易的に背負うだけですね。でこれにさらに着替え入るし、お土産だって入る、それぐらいの容量が35リットル。まだこんだけ空きがあるので、結構ねファスナーギリギリまで締めることができるので、あとまあ10リットルぐらい入るのかな、ギリギリ。結構大容量です。でこれのね大きさ、トラベルダッフル35リットルの大きさあんまり分かりづらいっていう人のために、まあこういう風に置くと大きさわかるかな。でさらにピークデザインのトラベルバックパック、こちらねリュックの方ですけれども、それと大きさ見てもこんな感じ。これ今ね35リットルモードなんだよね。35リットルモードでこっちも35リットルなんですけど、若干こっちの方がでかく見えるっていうね。で こっちはね最大45リットルまでいけます。こう横から見るとこんな感じ。はい、色はね同じ青磁色にしてみました。結構この組み合わせ最強かもしれない。あとはスーツケースとか持っていけばもうだいぶね大荷物で旅行できますね。ガジェットと何でもかんでも持っていけるっていうね、そういう状況になります。はい、じゃあね今日はこちらピークデザインのトラベルダッフル35リットルの紹介でした。これはもうね日本でも発売されてますし、代理店さんでいうと銀一さんとかで購入することができます。 Amazon とかヨドバシとかそういったところで普通にもう売っていると思われます。僕もねヨドバシでこれは購入しました。はい、こういう今日はね旅行用のバッグ、こちらの紹介でした。この動画面白かったらチャンネル登録をよろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。以上、エケでした。ではでは。